まだエリアいんの？ノーストップなんだよな。我うますんぎ。あ、我うますんぎ。あ、我うますぎ。どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今回は初期向けの M4 カスタムを紹介していきたいなと思います。今回はね、ちょっと海外の COD 配信者みんなね、カスタム紹介は動画の最後につけてるので、ちょっと真似してみたいなと思います。なのでまずはね、 M4 のゲームプレイ見てもらって、で最後にカスタムを確認してもらって、自分でも使ってみるっていうね、流れでやっていただければなと思います。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。こんにちは、こんにちは、こんばんはじゃねえな、こんにちはだね。どうも。ちょっとね、まあ、2、3時間配信すると思います。で、今回は、ちょっと動画用に M4 のカスタムできてます。ちょっと M4 の動画撮ろうかなと思って。あれな、うんち！まずね、初期武器の動画撮ってなかったから。あ、まずそちら撮って、行こうかなと。なので、ちょっと動画を受けて、ちょっと声張らないと、声張っていこうかなと思います。ツイッチで配信することによって、こうね、YouTube 配信だとさ、こう、動画上げたのに YouTube で配信するみたいな、かぶっちゃうみたいなことがあったけど、そんなことはツイッチだとないので、非常に楽でございますね。なんか、外周いなかった？はい。おすすめのカスタムね、ちょっとね、僕もいまいち分かってないところはあるけど、またちょっと動画で出すよ。M4 に関しては。ゼロキル、ゼロキル。画質に関してはね、ツイッチが圧倒的だからね。もう配信はやっぱツイッチでやっていくわ。でも多分僕の YouTube の視聴者さん、ほとんど僕がツイッチで配信してることを知らないのかもしれん。OK。うわー！叫べば、なんとかなる。やってくれ、それ。まだエリアいんの？あのね、思った。結局ね、M4 はね、ノーストックで十分ということに気づいてしまったんだよな。ノーストックなんだよな、結局な。結局ノーストックなんだよな。ドロップスもらえるし、ドロップスこれ設定できてるかな、どうですかね。もらえてる人いる？オッケー、ストッピングマーク。しっかりと外周から行こう。え、4枚キルしてる。これまだ敵奥で湧く？もしかしてこれ奥で湧いてね。で、リスポーン変わったから、設定できてる。OK。コメントありがとうございます。ツイッチの、通知オンにしてくれてる。ありがとう。最高です。ナイスです。絶対外周来るでしょ。いやー、ミスった、今の立ち回り。でも、1万円、まあね、円安のせいでさ、高いんだけどさ、ソフト。まあめちゃくちゃ高いと思うけど、でも2年間だし、今作。どうせあとみんなゲームって大体課金するっしょ。COD が6000でもどうせ課金してたっしょ。で、スマホゲーも課金するっしょ、みんな。1万円以上。そんなもんっすよ。後ろ絶対来てる。え？え、そこ行けるんだ。知らな、なんだ。え？無視されたんだが。
ちょっとキルがうまくいきすぎて怖い。絶対ここ来るやん。待つ、ここは待つ。誰も来なかった。これまだ来るぞ。落としてる落としてる。危な。これエリアどっちだろう。UAV 欲しいなマジで。次こっちか。うわー、核絶対もうあと核まであと少しやったんやけど。あー、昔からグリードさんの動画見て塩で始めたぜ。全部通知音。ナイスです。最高です。ちなみに今日夜9時ぐらい、8時ぐらいにもう一個紙動画上がります。今日動画一本チーキー君との上げたんだけど、もう一本上がります今日。まあ、昨日の配信見てた方ならわかると思うけど、あれが上がります。今の勝っちゃうのまずいな。え？後ろ？ノーストックでいいです。ノーストックでいいんです。今ねちょっと各集中、各出そうとしてたからエリア全然行ってなかったけど、ごめんね。まあでも連キルすごい続いてるときはもうそっちに集中した方が絶対いい。ね、そっちの方がキルスト出せて貢献できるからね。ね、これみんな正面行っちゃうけど、裏回んないとリスポーン一生変わんないんで、回り込みましょう。マジか、今のジャンプミスったな。ほんとこのマップね、難しいんだよな、エリア。もう残り20秒だから正面行っちゃおう。倒せたかな今。ダメだ、これで登れない。どこ、ここもう。まだそこいる。今行くよ。ここで終わっちゃうかな、もう。我うますんぎ。あ、我うますんぎ。あ、我うますぎ。え、うますぎなんだけど僕。でも100キルいったじゃん絶対。うわー、核逃した、ミスったー。絶対あと22数キルだったんだけど、マジで核出たって。まあ、昨日核出したけど。
リスなしサーチ系で書く出したけどうわーごめんね、ちょっと全くこれ味方さんが入り入ってくれたおかげだね。はい、というわけで僕のね M4 カスタムはこんな感じになっております。ポイントはねノーストックにしているところですね。ノーストック、ハイタワー、エクステンハボック、ロックグリップっていう、まあでもね正直ノーストック以外は正直とりあえず現状つけられるアタッチメントをつけてるような感じなんですよね。なので今後アタッチメント増えていったら変わってくるとは思います。でサイトがねちょっとポイントなんですけど、このクロネミニプロっていうサイトはショットガンの左から2番目のショットガンをレベル7にすると解除できるサイトなんですよ。ですごいめんどくさいけど見やすくて使い勝手がいいので、まあやる価値はあるのかなとは個人的に思います。というわけでぜひね僕のカスタム参考にしてみてください。よかったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。モダンの動画ねどんどん上げていくんでよろしくお願いします。You'd show me your art. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. No pain.